ホバート・ヘンリーは、アメリカ合衆国の映画監督、俳優、脚本家である。1887年11月23日、ケンタッキー州ルイビルに生まれる。満26歳となった1914年、カール・レムリのインディペンデント・ムービング・ピクチャーズに入社、同年3月5日、公開、フランク・ホール・クレイン監督、エセル・グランディン主演による、短編映画ザ・オッパ・アル・リングに出演して、 俳優として映画界にデビューする。同年にはエセル・グランディンを主演に短編映画フォーゲッティングを撮って監督業にも進出する。同年から翌1915年にかけてハーバート・ブレノン、ついでスチュアート・ペイトンが監督する短編映画で主演を務める。同年、ハリー・ケリー主演で日本でも公開されたシリアルフィルムグラフトに出演する。 1916年、すでにユニバーサルフィルムマニファクチャーリングカンパニーと、社名を変えた、同社参加にブルーバード映画が設立され、ルパート・ジュリアン監督、LC ・ジェーン・ウィルソン主演の、黒猫に出演、チャールズ・スー・イッカード監督の、ソーセージに主演、これらはいずれも、日本でも公開された。1918年には同社を退社、監督業に専念する。 1920年7月、3歳年下の女優のコリーヌ・ベイカーと結婚する。1928年8月6日、妻コリーヌと死別する。1929年、ホバート・ヘンリー発のトーキー、女は嘘つきを監督する。その後もパラマウント映画でトーキーを手掛けるが、1934年4月23日に公開されたエドワード・アーノルド主演の アンノーンブロンドを監督したのを最後に、四46歳で映画界を去った。1964年5月22日、カリフォルニア州ロサンゼルス郡ビバリーヒルズで死去した。万76歳ボーツ。同軍ロサンゼルス市内のパインズクレマトリー街道に眠る。テンプテーションザマン1916年、特筆以外すべて監督作である。ありがとうございます。